日本の中高一貫校。日本における中高一貫校には、複数の形式の中高一貫教育が存在する。従来から存在するのは、中学校から無試験あるいはそれに近い形で併設、連携の高等学校に進学できるシステム、エスカレーター式をとり、学校運営が一体化され、もしくは連携をして6年間一貫の教育が行われている、中学校及び高等学校である。 また、1998年、平成10年6月の学校教育法改正により、中等教育学校が新設され、これは中学校課程に相当する前期、中等教育と高等学校課程に相当する後期中等教育を一貫して行う学校である。従来から、同一の学校法人が設立する、私立中学校及び高等学校において、 中学校と高等学校のスムーズな連携を施行して中高一貫化は行われてきた。中等教育の多様化を図った1998年の学校教育法改正で制度化されて以降、公立の中高一貫校も徐々に作られてきている。また、一部では小中高一貫校を作ろうという動きもある、早稲田大学継続早稲田実業学校初等部、中等部、 高等部、玉川学園小学部、中学部、高等部、海地小学校、中学校、高等学校、奈良学園小学校、奈良学園富ヶ丘中学校、高等学校、群馬国際アカデミー初等部、中等部、高等部、江戸川学園取出小学校、中学校、高等学校、214年4月に、茨城県取出市に、江戸川学園取出中学校、 高等学校に併置される形で、鳥出市立の野井中学校の跡地に、江戸川学園鳥出小学校が開校、洛南高等学校、付属中学校、付属小学校、二千十四年月に、洛南高等学校、付属中学校に併設される形で、京都府向講師に、洛南高等学校、付属小学校が開校、日本大学藤沢小学校、中学校、高等学校、 2015年4月1日に、神奈川県藤沢市に、日本大学藤沢学校、高等学校に併設される形で、日本大学藤沢小学校が開校など。なお、田園町布ふ葉学園小学校、中学校、高等学校、田園町布ふ葉中学校、高等学校へ入学は、田園町布ふ葉幼稚園に入園し、または、 天園町府双葉小学校に入学したものに、限られるのような完全小中高一貫校もすでに存在するほかに、精神女子学院初等科、中等科、高等科、精神女子学院中科、高等科への入学も、2014年度以後は、精神女子学院初等科に入学し、または、精神女子学院初等科の第5学年に転入学もしくは編入学したものに、 限られるも完全小中高一貫校になった歴史的な観点から見ると、旧正中学校5年生が新生高校に移行する過程で併設された新生中学と連続して教育を行う旧学生の名残ということもできる。本来、中等教育学校の場合は途中で外部に出ることを想定しなくてもよいが、中学校は卒業時点で 内部進学以外の進路も取れるような対応がなされていることが望ましい。中高一貫校には高校からも外部からの生徒募集を行う学校と行わずに併設中学校の卒業生のみをそのまま入学させる完全中高一貫校がある。近年の傾向としては完全中高一貫校への移行が多い。完全中高一貫校は実質的には 中等教育学校と形態はほぼ変わらないが、完全中高一貫校が中等教育学校へと移行する動きは見られない。その理由は、高等学校からの生徒募集を行わず、完全中高一貫教育を行う私立の中高一貫校が少なくないことが考えられる。私立の完全中高一貫校の場合、わざわざ中等教育学校に改める必要はないからである。 1998年の学校教育法改正に伴い中高一貫教育が制度化された中高一貫校は法制上以下に分類することができる中等教育6年間を一体のものとして教育を施す学校うち中学校に相当する3年間を前期課程高等学校に相当する3年間を後期課程と呼ぶ 前期課程を終了した者には中学校を卒業した者と同じ資格が与えられる。また、前期課程を終了した後、他の高等学校や高等専門学校などを受験する道は閉ざされていない。併設型、連携型中高一貫教育校とは異なり、後期課程開始時点で大規模に生徒の編入を募集することは通常ない。 6年間一貫教育が可能であるため、前期課程、後期課程間で学習指導要領に指定されている内容の一部、入れ替えや先取り等が教育課程の特例として認められており、これに基づき教育内容の整理、生成が可能となる。設置例、同一の設置者が中学校と高等学校を併設し、接続して中高一貫教育を行うもの。 中学校の卒業者は無試験で高等学校に進学することができる。これに加えて外部からの高等学校入学希望者に対して入学試験を行うことも可能である。基本的に併設されている中学校の生徒はそのまま高等学校に進学するが他の高等学校や高等専門学校などを受験する道は閉ざされていない。 中等教育学校と同様に教育課程の特例が認められている。設置例、そもそも学校として一体となっている、中等教育学校、設置者が同一である併設型中高一貫、教育校とは異なり、異なる設置者間での設置が可能である。一つの高等学校に複数の中学校、あるいは複数の高等学校に一つの中学校が対応していることもある。 連携中学校から連携高等学校への選抜は調査書及び入学試験によらない簡便な方法で実施することが可能である。また、連携していない中学校からも一般の入試で受験することができる。連携中学校から他の高等学校や高等専門学校などへの進学も可能である。中学校の教師が高等学校で授業を受け持ったり、 高等学校の教師が中学校の授業に参加し、中学校の教育内容の理解を深めたりする。また、中学校と高等学校が合同で部活動を行ったり、芸術鑑賞会を合同で鑑賞したりして、生徒同士が交流を深めている。ただし、他の高等学校などに進学する者や、連携中学校以外から入学してくる生徒がいるため、中等教育学校、 併設型中高一貫教育校に比べ大幅なカリキュラムの変更ができないという欠点がある。主に地域と結びつきの強い高等学校とその地域の中学校が連携して取り組む。設置例、1998年以降に制度として導入された中等教育学校及び併設型、連携型中高一貫教育校は届け出等の 手続きが必要になる代わりに教育課程の特例が認められている。一方、教育課程の特例は認められないものの、私立や国立の中学校、高等学校を中心に、それ以前から実質的な学校運営の一体化及び、中高一貫教育を独自に行っている学校は多い。設置例、中高一貫校は、高等学校時点からの入学者を、 どのように扱うかによって分類することもできる。この項目では、平成12年度版全国注目の中高一貫校学習研究者1999年8月発行の第一部中高一貫校これだけは知っておきたいのうち中高一貫校タイプ別分類システム編で記載されている内容に基づいて記載する。完全中高一貫型の学校では、 高等学校での生徒募集を行わない。中等教育学校は原則としてこの形をとるし、中学校と高等学校を併設する種の中高一貫校、制度上の併設型中高一貫教育校であるは、とはないにも、この種の学校は見られる。ただし、高等学校での生徒募集数を欠員補充程度にしたり、若干なの帰国子女などの通学圏外からの転居者を受け入れる。 循環全一貫性の中高一貫校、完全中高一貫校もある。完全中高一貫校のメリットは、全形の一完全一貫型に次のように記載されている。別クラス型の中高一貫性の学校では、高等学校から入学した生徒と中学校から入学した内部進学の生徒とは、3年間別クラスになる。前の別クラス型には、 次のように記載されている。混合型の中高一貫性の学校では、中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒を混合する時期が、高等学校第1学年から、高等学校第2学年から、高等学校第3学年からの3つのパターンに分類される。前景の3混合型の 混合する時期に3パターンには次のように記載されている。高等学校から第3学年から中学校から入学した内部進学生と高等学校から入学した外部進学生を混合する場合は、高校入学後最初の2年間はうち進む生と外申請は別クラスになるほか、高等学校第3学年の生徒は学年の途中で満18歳の誕生日を迎え、 国連子どもの権利条約第1条本文による子どもではなくなるとともに中高一貫校に相当するドイツのギムナジウムの上級段階第11学年第13学年については第11学年日本の高等学校第2学年中等教育学校第5学年では学級単位で授業が行われるが第12学年日本の高等学校第3学年 中等教育学校第6学年、第13学年、日本の大学教養部では共通の授業集団としての学級が廃止され、生徒が選択した教科ごとに授業集団が形成される以外に、高等学校第3学年は、旧正高等学校高等科もしくは、大学予科の第1学年または、旧正専門学校、高等師範学校もしくは女子高等師範学校の、 1> 第1学年に相当することから、高校3年からの外部混合については、順別クラス型の併設型中高一貫校に分類されることもある。中高一貫校の6年間を3つ以上の教育区分を設定している。一般的には、中学校の第1学年及び第2学年を前期、中学校第3学年及び高等学校第1学年を中期、 高等学校の第2学年及び第3学年を後期に区分している2から2から2世、6年間を2年ごとに基礎、充実、発展の3つに区分を採用している。この教育区分を寸胴型とも呼ばれる。これ以外に中学校の第1学年及び第2学年を前期、中学校第3学年並びに高等学校の第1学年及び第2学年を中期、 高等学校第3学年を後期に区分するにから3から1生を採用し、中学校段階の学習内容を中学校第2学年で終了し、高等学校段階の学習内容を中学校第3学年から始めて、高等学校第2学年までに終えて、高等学校第3学年では大学受験にシフト化する中高かか一貫校もあるほか、 名古屋大学教育学部附属中学校、高等学校では、中学校第1学年を入門基礎期、中学校の第2学年及び第3学年を個性探求期、高等学校の第1学年及び第2学年を専門基礎期、高等学校第3学年を個性新長期に区分する1から2から2から1生を採用している。中高一貫の発達区分では、 中学校第1学年の前期。特に第1学期は、様子見期、中学校第1学年の後期。特に第3学期及び、中学校第2学年は、混乱期。自分崩し、選別。中学校第3学年は、模索期1、居場所づくり。高等学校第1学年は、模索期2、グループ化。高等学校第2学年は、模索期3、グループ強化。 居場所が前、年度中に、満18歳の誕生日を迎える、高等学校大学年は、大人か、気の合う仲間と他者との交流と位置づけられる。中高一貫校では、教育課程以外に、学校行事、進路指導でも、この発達区分に合わせて設計される。日本の中高一貫校の最終学年、高等学校第3学年、中等教育学校第6学年では、 大学受験対策演習の授業がもっぱら提供され、外国の中等学校の最終学年のように、大学教養部、旧制高等学校高等科レベルの高度な一般教養教育を行っている中高一貫校は少ない。近年首都圏を中心に、私立の中高一貫校への進学熱が加熱しており、ある程度の家計の豊かさを象徴するものとして、 公立中高一貫校には以下の問題点が指摘されている。いくら一貫校を受験エリート校にしないため、学力試験による選抜を認めないといっても、公益募集、公益選抜を行う限り、一貫校が選ばれた生徒だけの特別の学校になるのは構造的に必然ある。普通の小学生が遠くの学校を自主的に選ぶということは一般的にはありえず、親の関心。 選択が優先することになり、一貫校は教育熱心な恵まれた家庭の子供ばかりになる可能性が高い。また一貫校は特別の期待のもとに設立されるので予算面や施設面、運営面や教員配置の側面で一般の中学や高校よりも優遇される。小学生は中学入学段階で広域募集、広域選抜を行う中高一貫校か。 区域内の生徒を無選抜で受け入れる3年生中学校のどちらかを選ばなければならないことになる。各して一貫校に通う生徒と非一貫校に通う生徒、中学受験を経て入った一貫校の生徒と無試験で入った地元の中学校の生徒というように、中学生に実質的にも象徴的にも地位の文化が起きるとになる。一貫校の方が高い評価を得るであろうから。 この地位の文化は水平的ではなく垂直的、序列的なものになるのは必至である。一貫校がある程度多くなると確実に中等教育に新たな歪みを持ち込み、三年生公立中学の教育を今よりはるかに難しいものにする。公立中学校の選択の自由は原則的に認められていないが、公立中高一貫校には選択の自由がある。 そのため一貫校の入学者と三年生の公立中学校の入学者の間で不公平が生じることになる。中高一貫校のメリットとして、高校入試がないのでゆとりのある教育が実現できることが挙げられているが、実際には高校入試が小学校の段階に移るだけである。選択肢としての各学校の違いは単なる好み、個性の違いとして現れるのではなく優劣。 序列の差となって現れるから、受験競争の弊害が確実に、小学校の教育に影を落とすことになる。中学校も現に序列化されている高校と同じ、問題が起きるようになり、相対的に転移に位置づく学校が今より、はるかに大きな難しさを抱え込むであろうことは、想像に難くない。百五十九年に、東京都立世田谷工業高等学校が、付属中学校を設置。 技術者志望の学生を中高一貫教育で育成しようとした。公立校における中高一貫教育の試みとしては先駆的なものではあったが、1973年に付属中学校を廃校している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。